やっとね、山の畑一つ入れたんだけれども、来てみた、今日初めて来てみただね、ちょっと回すけど、よいしょ、ね、映ってるかな、どれだね、ね、映ってるよね、雪いっぱいあるじゃん。で、畑まだいじれないんで、乾いてない状態で、耕すのは、暖流構造も壊すし、ね、練り上げてしまうんで、何もやらないと。で、じゃあ何やってんのさ、という話なんだけれども、うちの庭木とか、ここの場所で伐採した木の薪割りやってました。で、斧がなかったから、斧買おうかなって思ったんだけども、斧を買っても、ね、薪割りしか用途がないじゃん。だから、どうしようと思って、それよかったら、くさびで割ったらいいんじゃないかなって思って、ね、このくさびをハンマーで打ち込んで、ね、この大きいハンマーは昔からあったのさ、屋根の雪下ろしの仕事でね、氷とか砕くのに使ったりしてたからあったんで、じゃあくさびの方が安全にできるんじゃないかなと思ってこれ買いました。って言ってもこれも薪割りにしか使わないんだけどもさ、うん、で今それをね、初めてなんだよ、薪割りしたことないからね、俺ね、したことないんだけども、とりあえずやってみようかなと思って動画を回してるんで、早速作業やっていきたいと思います。で俺もね、なかなかコツつかめてない、まだ全然。とりあえずちっちゃいハンマーで叩いても全然歯が立たないんで、このでっかい大ハンマーでね、蹴るとだんだん入ってくるんで、でもどうしても俺下手くそなんだよね、やっぱり、ほら曲がっちゃうんだよこれね、まっすぐ打ちたいのにね。もう少しやってみようかな。歯がやっぱりさ、一定じゃないのかな、なんかこうね、だからちょっとやり直しでもう一回やってみようと。これであとは振り下ろすと。よし、よいしょ、ね、こうやって割れたね。このくさびさ、実はね、ねじれてるんだよ。分かりやすいところはどこだ、こうか。ね。どう見ればいいんだろう。あ、ねじれてるの分かるで、これで。ね。ねじれくさびって言って、これで、普通のくさびだったら埋まってしまって終わるんだけれども、埋まってしまって抜けなくなって終わるんだけども、ねじりながら咲いてくれるから、割れやすいっていう商品なの、これ。結構高かったよ。2つで4200円か。斧と同じ値段なんだよね。どっちがやべかったんだろうって。うん。まあ、でも、とりあえずくさびにしました、あれは。とりあえず。でもう少し割ってみようかな。ちょっと引き目でやってみるか。あ、もう割れるね。無理だ。やっぱり斧とかくさびとか必要だね、本当に。一発目がちょっときついかな。でも一回割れてしまえば楽だ。ほら、あ、だんだんコツつかめてきたかもしれない。最初これすんげえ苦戦してね、全然うまくいかなくて。よいしょ、結構家だね、いい感じだ。これで積んで乾燥して、まあ、そのうちアウトドア料理とかの動画を撮りたいなと思います。もう少しやるかな。中心腐ってるから入っちゃった。よし、気持ちいいなっていう感じでね、
今あの巻き割りました。こんな感じでできたんで、まあまあまあ上出来じゃない。初めてやったりしてはね、うん、もう少し上手いやり方あるかもしれないけど、それはまあ探りながらこれからだんだん覚えていきたいなと思う。初めてだからね、巻き割りね。で、くさびね、俺の場合はさ、ハンマーがあるから、あの青森の場合ってさ、道路、家の前の道路とかの氷がね、10センチ、20センチ、30センチとかなることあるのよ。で、軒先についた雪庇っていうやつ、氷の塊、スガマとか言ったりするんだけどね、この辺の人だとね、スガマとかね、スガーとか言ったりするんだけども、ね、そういうのを、ね、屋根に登って落とす時にもやっぱハンマーで叩かないとダメな時があるから、そのためにハンマーがありました。あったからこのくさびっていう選択肢ができたけれども、もしね、あの大ハンマー、うちのやつは4キロのタイプなんだけどとか、なければ斧買った方がいいかもしれない ね、うん、ね。で、ある人はこういうふうに俺みたいにくさびを買うのもいいかもしれない。で、俺このねじれたくさび、ねじれてるからこそまっすぐ入ってて埋まっちゃうことなくて、なんだろうね、ねじりながら引き裂きながら割ってくれるんで、割りやすいっていう商品でした。で、会社がファイヤーサイド株式会社って長野県のね会社だね。うん、ここに書いてると思わなかったのさ、箱の方に書いてると思ったらここに書いてたんで、紹介するとファイヤーサイドさんの商品、うん、これ自体が2キロだか 2.1 キロだかあって、でハンマーでの4キロで俺のパワーでドンドンっていってバキッと割るっていう感じ、うん、で俺斧を、あの大きい斧ね、柄の長い斧とか使ったことないから、 手斧も使ったことないような素人なの、本当にこういうの初めてなの。だからどっちがいいかっていうのはなかなか言えないんだけれども、ハンマーがあるんであればね、ハンマーがあるんであればこれがいいかもしれないし、それも斧でもよかったかもなって使ってみて思うし、まあ、それは、まあ、結果論であってね、どっちがいいかと、うん、でも俺こっちの方が安全なのかなって。斧だとほら振ってスカッと外して自分の足に当たった時にどうしようかなって思ってたのさ。まあそんな下手な使い方はしないけどさ、ハンマー使い慣れてるからね、あのこう描くようなやり方すれば自分に来るさ、当然ね、こうやってこんなことすればね来るじゃん。それをここまではこうなんだけども、ここからドーンと下に落とせば問題ないんだけどさ、そういう使い方は覚えてるけどもね、そういう危険性もあるから、素人っていうか俺みたいに素人の人は、初めての人、初心者の人は、ハンマーでこれを釘を打つような気持ちでドーンってさやるのがいいのかな、安全なのかなと思ったりもしたから、自分に自信がなかったからこういうの買いました。だけどもハンマーがなければ俺斧買ってたかもしんない、うん、とりあえずね、これも結構使い勝手いい、良かったから、これからもね、巻き割りしていって、で、アウトドアっていうか、まあ結局畑は山の中にあるから、火どう使おうがね、あの、山火事にならないように気をつけはするけども、大丈夫なんで、使える場所にあるんで、ね、そうやって料理して昼飯食べていこうかな、なんてさ、思ったりしてね。どうせ職場が街中じゃないんだから、そういう楽しみもないとさ、やっぱやるの大変だよ、あの山とか自然の中で作業する仕事するっていうのはさ。だからそういう楽しみもやってみたいなって、うん、思って今回ね、巻き割りに挑戦したっていう感じね。このくさびで使ってやってみましたっていう話で、うん、もし興味あればね、探してみてもらえればいいかなと思うんで、まあ今回巻き割り初めてやってみたよっていう、そういう動画でした。